では、お二人目の子羊さん、お願いいたします。お願いします。お願いします。お名前は猫丸です。猫丸さん、はい、おいくつですか？30代後半です。30代後半、うん、じゃあ、私同世代ですね。本当だ。はい、じゃあ、お願いします。では、読み上げさせていただきます。はい、夫に仕事を理解してもらえず悩んでいます。私は子供が生まれてからも大好きな仕事を続けたいとキャリアアップのために努力し、目標だったポジションに就くことができたのですが、そのためにどうしても夫に保育園の送りをお願いすることが多くなりました。すると子供よりも仕事が大事なら離婚しようと言われ、そんなことを言うような夫なら離婚してもいいと思ったのですが、子供のことを思うと踏み切れず、結局私が仕事を辞めることになりました。確かに確かに子供と過ごせる時間は増えましたが、私の中ではせっかくついた仕事が中途半端に終わったのでずっとモヤモヤしている状態です。夫への気持ちは完全に冷めました。ミッキーは仕事に負担はかけてしまうけど自分がやりたい仕事と、家事子育てと両立できる仕事、どちらを取りますか？難しいですよね。なんか、ねえ、だってそもそもでも家庭がうまく回ってないのに、うんっていう気持ちも、まあ、分からんでもないんですよね、旦那さんの。お金に困ってるから働いてほしいっていうことじゃないだろうし、このお互いこう家庭にひびがいかないように働かなきゃいけないっていうのは、バランスは考えなきゃいけないのかなと思いますけど、 そんなことを言われるのはちょっとひどいなと思いますよね。離婚っていうワードはね、ちょっと行き過ぎかなってこれを見ると思っちゃいますけどね。まあ、長い協議はあったんですけど、で今妊娠されてますけど、はい、どうしても妊娠出産の時に仕事を辞めたりとか、ね、産休入ったりね、はい、休んだり、女性はね、うん、した分、子供がちょっと2歳とか落ち着いた時に、もっと働きたいなとか、自分も好きなことしたいなって思い始めたので、まあ、夫も家事とか育児ができて、お弁当作りとかもできるんですよ。でやれるんですけど、私がやってしまうとやっぱ子供との時間が少なくなるんで、じゃあ私が仕事に出れば出演とやるし、あ、そうか、でいいかなと思って私は突き進んだんですけど。そうか、でもやっぱり話し合いは大事ですよね。ちょっと今聞いてる勝手に突き進んでしまったのはねえ、その都度やっぱりね、そうそう、できるっていう ところに今ちょっと甘えちゃって勝手に進んじゃったから、旦那さんもおいおいちょっと待てよ、俺何も言ってないじゃんみたいなところはちょっとあるかもしれますけど、ただなんかそれを私が仕事を取ったので子供への愛情がないみたいな。確かにね、そこは違いますもんね。そうなんです、仕事と子供どっち大事なのみたいな聞かれ方をして、なんかそれはちょっと何ですか、仕事と私どっちが大事なのっていう彼女いるじゃないですか。よく聞くやつ。なんかそれみたいな、ね、ちょっと比べるところじゃないっていうか、やっぱちょっと話し合いがやっぱ足りなかったんですかね。強行突破すぎたんですよ。あ、それか、まあそれこそ小学生になるまで待ってたら、もうちょっと結果は違ったのかなと思いますね。保育園とか幼稚園とかって絶対送り迎えが必要じゃないですか。必要。でも学校に行くと基本的に送り迎えはいらないし、その学童とかに、仕事してる親は学童があったり、習い事にそのまま自分で行けたりとかっていうので、で自分の時間は取りやすかったりするから、もうちょっと待てたらよかったのかなとも思いますよね。どっちも叶えるんだったらね。なんか年齢で焦りがやっぱ出てしまって、それもわかります。戻るなら早く戻った方が、ね、芸能とはまた違うんですけど、やっぱり入れ替わりの激しい仕事なんで、同じように前と同じところに行けるかとかね、考えるとね、やっぱり急いだ方がと思っちゃいますよね。そうなんです。それもわかりますね。難しいね。でもそれ離婚、じゃあ離婚しようってなったら旦那さんは本当に離婚でよかったんですか？でも言ってるだけだったの。それがちょっとわからなかったんですけど、でもそこまで考えるんだと思って、なんか結婚してからも子供が生まれるまではすごい私の仕事を応援してくれてたんですよ。なんですけど子供が生まれたらやっぱ母親はみたいな感じ。ありがちだよね。でもなんかやっぱりその私は思うのは突き進むんじゃなくて、もうちょっと
こう私こんな感じで働こうかなって思ってますっていうのが、うんうん、1,2 年欲しかったなって、うん、旦那さん側から見たら思うかも、うん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 、急にバーって走っていかれたらもう見えないから週2から始めて、あ、働き出したなっていう半年あって、うん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 、でまた、あ、なんか日にち増えたなっていうなんかこう、錯覚みたいな、徐々に増やしていくっていうのが、で、なんだかんだ回ってる、あ、なんか結構働いてるけど、なんだかんだ回ってるねっていうのが一番ベストかなって思いますよね。難しいね、難しいね、でも、そうだね、うちもあんまり家事が私がそんな得意じゃ、うん、そもそもなくって、東さんやってくれる？でも東さんも忙しいから、うん、でやっぱりこうお仕事がすごい忙しくなるとさらに散らかっちゃったりすると、うんうん、やっぱり仕事するのはいいけど、うん、大事にやっぱりここちゃんとした上でやっぱりそれは働いてほしいっていうのは結構言われたから、うんまあ、そりゃそうだなと思って、うんうん、そこのバランスはやっぱすごく気をつけたりはするけどね。でも難しいですけどね。難しいと思う。ねでも冷めちゃってるんですもんね、もうね。冷めちゃって、今も冷めちゃってる。どうしてですか、今。一応、まあ、歩み寄りはなんとかあるんですけど、うん、やっぱりあの仕事にもう戻れないっていうのがあると、うん、なんか根に持ってるというか、私が。あ、もやもやしちゃう。もやもやしちゃうね。しますよね。うん、でも、なんか自分のやりたかった仕事のお話が来た時に、どうしてもやっぱ子供とか家庭のことで我慢せざるを得ないことってないですか？あります。私もじゃあこれじゃあ地方だとか、うん、じゃあ海外だってなったら、でも私は結構諦めが早いっていうか、もうしょうがないなっていうところと、うん、その今できなくてもそのじゃあ手が空いた時に自分がそれをまたできる自分としてレベルアップすればいいだけだっていう考え方なので、今断ったから全部がなくなるんじゃなくて、今はできないけど5年後にも頼みたいって思われる私でいようっていう、だからその今ないから自分がゼロになるんじゃなくて、今ないこの間もずっと自分の中で積み重ね続けるっていうのを自分の中に持ってやっていくと、マイナスにはいかないっていうか、仕事は前にはなかなか進めないけど、自分としてはちゃんと前に進んでるっていうことなのかなって。素晴らしい、素晴らしい、根性、根性なんで、ね、でもやっぱどうしてもね焦っちゃうっていうのは絶対ありますから ね、まあ、ね、でもやっぱり年齢も ね、 ね、またね、でもそっか、自分を常にそうそうそういけなくても、もしかしたらそれよりももっといい仕事が5年後にできる自分だったら、ここの仕事もやらなくていいかもしれないじゃないですか。だからこう、ここで全てを諦めるんじゃなくて、今はこれ仕事、子供の都合とかできないけど、じゃあまあ5年後になったら手が空くから、ここで頼んでもらえる自分かどうかっていう積み重ねかなってやっぱり思いますね。そうだね、諦めない、諦めない、諦めない諦めないをテーマに生きてますからでも本当本当そうかもね、さらにいいところに行けるかもしれないですね。そうそう、だから私はそれこそ翔さんとフライデーされた時に、半年間くらい何にもしない時期があったんですけど、あ、この半年間で、あ、ミキティ可愛くなくなったよねとか、例えばじゃあ太ったよねとか、その何もないから、あ、ダメになっちゃったよねって言われるのは絶対嫌だったから、あの、その働く前よりもこの半年間の方がめっちゃジム行ったし、もう何もないけど自分磨きに力を注ぐっていうタイプだったので、だから次何かあった時に前よりいいじゃんって絶対言わせるっていう、そうっていうど根性すごい、でもそれすごい大事だね。そうそう、でもなんかそれで自分、そう、辛いけどその自分に負けなかった自分が、なんかこう誇りっていうか、あの時辛かったけど自分負けなかったっていう自分のなんかこうプライドというかを積み重ねられると思うので、だからやりたいことが今またね年取ったら変わってくるけど、その自分がやりたいことができるときにやりたいことができる自分でいるっていう方に今はエネルギーを向けた方がいいのかなって思いますよね。
それを夫にも応援してもらいたいなと思うんですけど、それはなんかこうちょっとずつこう会話に出していくってことじゃないですか、うん、なんかそのあの時 あんたがあれをやめなさいって言ったからやめたんだとかっていうマイナスじゃなくて、うんうん、私最近こういうのに興味あってこういうのやってんだよねとかっていう、うんうん、なんかこうプラスのあそうなんだ頑張ってんだっていう、うん、もう最初から認めてっていうよりも、うん、やってるよっていうのを徐々に出してって、うん、今度これの例えば、まあ、試験みたいな資格があるものだったら、うん、この資格受けようと思うんだみたいな、だからちょっともしかしたらちょっと勉強で忙しくなっちゃう時もあるかもしれないけど、うんうんうん、家事も頑張るけど、うん、ちょっとこっちもちょっと頑張りたいから応援してねみたいな感じで、うん、こう日頃の会話でねなんかこう解決できそうかなって、うん、確かにこう説明とか丁寧にね、そうそうそう、で味方につけてもらうとかね、うんうん、応援してもらうように持っていくっていうのはね、うん、大事かもしれない。なんか今まで何を思ってたかわからないのに、急に私頑張りますって言われちゃったらちょっと待ってみたいな、何を頑張るのみたいな感じだからね、やっぱ男の人ってちゃんと言わないとね、わかんない、わからないですよね。うちもそうです。ねね、でもね、まあちょっとお子さんがまた大きくなったらね、そうですね、次のね、やりたいこときっとまた見つかると思うので、うん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 、それができるように旦那さんを慣らしていくっていうところと、うんうん、まあ、自分を磨いていくっていうことが今一番ね、前に進める方法なのかなってちょっと思いました、うん、あ、じゃあちょっと未来を見据えて、うん、ね、100年時代っていうか、まだまだ長生きするし、うん、ね、65ぐらいまで働かなきゃいけないんですよそう考えたらさ、まだまだね、まだまだ働かなきゃいけないと思ったらちょっとゾッとしません、うん、確かに。この間なんか扱えたなと思って、うん、まあ、21年芸能21年やってると思って、うん、はぁって思ったけど、あ、まだまだ働かなきゃいけないんだと思ったら、うん、ゾッとしましたよ長いね、まだね、なんかちょっとした休みだと思ったら、そうだね、パパプラスにね、そうそうそう、今はそういう時期って自分で思って、うんうんうん、ね、次のステップの時にね、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではもう早いもので、うん、次が最後の子羊さんということで、あっという間ですね、はい、いやでも難しいね、本当になんか女性は出産するとね、うん、その産休っていうのが絶対 ね絶対お仕事一回ストップしちゃうからね、いろいろ変わるからね、うん、それはみんな悩むことではありますけど ね、はい、では、最後の子羊さん、はい、あ、お願いします。お願いします。お願いします。お名前は？あ、ライカと言います。ライカさん、はい、おいくつですか？43歳です。お、わかりました。はい、お願いします。では相談内容参ります、うん、結婚して12年、2人の子供も11歳と8歳になり、やっと手がかからない年頃になりました、うん、にもかかわらず妻との関係は少し寂しい状態です。妻を昔のような笑顔にさせるにはどうしたらいいでしょうか。いつも笑顔の藤本美貴さんに聞いてみたいです。かわいい、キュンキュンじゃないですか。そうですかね、すみません、ね、勝手にね、悩んでるのにキュンキュンしちゃって、はい、キュンキュンする、うん、ちょっとおじさんなんですけど寂しいんですよね。なんか素敵だよね、そんな寂しいって思ってもらえるってなんか素敵じゃないですか。すごくこんなね、旦那さん幸せですよね、うんうん、そう、あのなんかどんな感じで冷めてるんですか奥さんは。なんかあの、そうですね、夫婦で出かけることってほとんどなくて、もう常に子供が一緒じゃないですか、はいはい、まだ小学生に入ったんですけど、うん、一緒に連れて行くってことがほとんどで、でなんか親とかにも預けることっていうのはもうほとんどないので、うん、なんかたまには二人で出かけてみたいなとか、うん、言ったんですか奥さんに。いや、それが多分言っても、うん、なんかあんまり関心がない僕に、僕にだからだからなんか、うん、え、2人で出かけんの、子供どうすんのみたいなことになっちゃって、うん、なんか誘いづらい。待ってられるよって言えばいいじゃないですか。あ、8歳ですよ、まあ、待ってられますよ、ね、映画1本分ぐらい。はい、あのでもなんかちょっとそれ 言うことも、うん、なんかためらっちゃうかな。なんで、言えないんですか。言えないんです、ね、なんで言わないと始まらないですよ。いや、そうなんですよね。でも、うん、なんかそれでって言われるのが傷つくじゃないですか。でも、じゃなくてって言えばいいですよ。じゃなくて行こうよって言って。
たまには2人で出かけたいって言えばいいんですよ。それ何回か言ってみて、って言われちゃったことがあるとかですか、うん、じゃなくて。いや、まだ試してもなくて、ほら、試してないんだよ、ね、ほら想像の中でってことですよね。言われちゃうだろうなみたいな。で、普段子供たち連れて出かけても、うん、僕は息子と2人で、うん、じゃあ2時間後に集合みたいな感じであのもう行動がバラバラ。確かに。でも子供もやりたいことがバラバラだと、じゃあお父さん上ね、まあ、私下ねみたいな。そうそう、男の子は僕と一緒にみたいな。明日が女の子なんですね。下女の子なんですよ。あ、でもそれはちょっとわかるかも。家族で出かけるとちょっとずつ時間がね、バラバラになりますよね。孤立を取ってしまって、うんうんうん、4人で移動するよりも、うん、まあ、別々の方があのやりたいことすぐ済むじゃないですか。で、ご飯の6時集合ねみたいな。まさにその通りですね。土日も例えば僕は土曜日自分で出かけちゃって、うん、なんで、あ、どこ行くんですか。ちょっといろいろ買い物とか。一緒に誘ったらいいじゃないですか。そう、いや、そうですね、うん、できないんですよね。なんで、誘う気ないじゃん。いや、誘う気はあるんですよ。本当、誘っても断られるっていうのが。じゃあ待ってよ、断ってないじゃん一回も。確かに一回も断ってないのに、なんか断られてから言ってくんないって話ですよ。それはもう絶対断られそうな雰囲気なんですか。そうですね。いや、そんなことない、絶対そんなことない。うん、ね、言ってみないとね。言ったことないんだもん、まだ一回も。そうですよね。いや、言ったらいいのに。そうですよね。でも待ってても奥さんからは絶対言ってこないから、それは絶対言わなきゃダメですよ、うんうん、そうですね、うん、ただあの、まあ、相談しといてですけど、うん、あのこれに応募して当たったから、うんうん、一緒に見に行かないっていうのは言ったんですよ、うん、いるの。います。けど、あの来てくれて、はい、だからやったじゃん。そう、計算したら、断られました。そこはあのミキティさんいるから OK だと思うんですけど、うん、いや、そんなことないよね。誘われたら断らないですよね。ほらほら、ほんほら、本当に。あ、そうですね、大丈夫ですよね。11歳と8歳は全然お留守番できますから。そうですかね。じゃあちょっと、うん、試してみます。なんかこう、なんかあったら電話してねって言って、電話のかけ方くらい分かるじゃないですか。それはなんとなく覚えて、本当に短時間のね、お出かけとかでもね、うんうん、うん、そう、ちょっと手つないでます。いや、僕はなんなら手つなぎたいと思うんですよ。つなぎたいんだって。やなの。なんで、なんで、恥ずかしい、恥ずかしいとかですか。あ、一人が好き。でもめちゃめちゃ可愛くないですか。手つなぎたいんだって。ちょっとつないであげたらすごい喜びますよ。毎回じゃなくてもね、たまにでもね。分かった、じゃあ記念日だけ。毎月記念日の日にちだけ手つなぐってどうですか。あ、どうですか。あ、おごってくれたらいいって。そうか、ここじゃあギブアンドテイクで。いや、うん、まあ、でもそれでも嬉しいんですよ、きっと僕は。あ、そのほら、めちゃめちゃ可愛いじゃないですか、ね、旦那さん。めちゃめちゃ愛されてますよ。断らないって。でも一人の時間が好きだから、うん、あんまり誘いすぎないでってことですね。そうですね、うん、やっぱ記念日だけですね。いや、月1どうですか。月1は嫌だ。あ、ダメ。月1ダメ。月1は嫌だ。月1嫌だ。月に1回ダメ。どれくらいだったらいいですか。年2以上。年 1? 年1だけ。足りないよ ね、年1じゃね。あ、分かった。春夏秋冬のワンクール1回、3ヶ月で1回。多い。そんなにダメ。そういう人もいるんですよね。なんで何が嫌なんですか。ちょっとなんかこれ以上聞くと深刻になりそうで怖い。でも私一時期、東さんやっぱそのテレ屋さんっていうか、だからちゃんと結んあの繋いでくれない時期があって、小指だけ繋いでくれた時があったんですよ。そっちはそれ、小指はどうですか。小指、小指だと、あ、いいって。小指は OK? 親指は嫌だ。小指でいきます。じゃあね、まず年に1回の記念日を2人で出かけるっていうところから始めたらいいんじゃないですか、うん、ですね。いつですか、記念日は。
2月が、あ、じゃあ、ちょうどいい、2月あ、誕生日、誕生日、あ、じゃあ、誕生日は2人でいいですか。あ、あ、いい、ほら、うんって言いましたよ、ちょっと、北海あり、ね、え、めちゃめちゃ可愛い、楽しいねえ、うん、ちょっと2月に向けて頑張ります。そうですね、はい、2月に向けて何がしたいかとかね、話し合って、そうですね、はい、はい、なんかおごってくれれば行くって言ってるんで、はい、しっかり準備します。わ、準備してくれるって、はい、そうですね、そしたら3ヶ月に1回目指して、うんうんうん、回数が増えるようにだんだんね狭めて、うん、そうです、そうです、まず1回から始めましょう、うん、はい、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、わー、ありがとうございます、ございました。ほっこり、やだキュンキュンしちゃう、ねえ、ちょっと奥様側の意見もちょっと聞きたいところでありますね。確かにね、でもお許しが出たんだよね、一番、うん、そうですね、ちょっとそこから始めて、よかった、よかった、思います、はい、ということで、今回、星鈴さんちのお悩み相談は以上ということで、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。そして、あの、ヤスさんにお付き合いいただく子もここまでということで、はいはい、ヤスさん、本日いかがでしたか。すっごい楽しかったし、ったやっぱミキちゃんすごいね、もう私はなんか、なるほどってもう的確すぎて、本当ですか、一家に一台欲しい、本当にミキちゃん行こうかな、じゃあ、ね、いや楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございました、ヤスさん、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、はい、ではここからですね、はい、まあ、最後のコーナーにはなるんですが、うんうん、会場の皆さんと、うん、あの企画をしていけたらなと思います、はい、前回はあの質疑応答だったんですけれども、はいはい、今回はより深く子羊の皆さんとおしゃべりできればなと思いまして、うん、はい、ミキティ1分対談という企画をさせていただければなと思います。収まるかな1分に、はいはい、まあ、その名の通りですね、会場の子羊とあの、うん、藤本さんが1分間好きにおしゃべりできるという企画で、あ、はい、まあ、もちろん人生相談でもいいですし、うん、ね、藤本さん、庄司さんの好きなところはどこですかとか、何でもいいってことですね、何でもいいです、本当に何でもいいです、うんうん、もうフリーテーマでおしゃべりできたらなと思うんですけれども、はい、ではもし会場にミキティと、はい、しゃべってみたいぞという方、すぐ上がったよ、もう早速、じゃあちょっといいですか、うん、ちなみにじゃあまずお名前、あのニックネームでも大丈夫ですけどお伺いしてもいいですか、うん、初めまして、うん、ルナピと申します。ルナピさん、はい、ルナピさん、ちなみにどんなことをお伺いしたいとかありますか。私今子供が2人いて、男の子2人なんですけど、うんうん、今3歳と2歳で年子なんですね、うんうん、で仕事を4月から復帰したんですけど、うん、3人目、うん、ちょっと女の子欲しいなっていう気持ちがあるのですけど、うんうん、うちの息子2人破壊王なんですね、うん、やっぱりね、壁紙もベリベリだったりとかおもちゃもすぐ壊れちゃって、うんうん、自分に余裕ができるのかっていう気持ちと迷いがあるんですけど、うん、多分背中を押してもらいたいんですが、じゃあこの60秒の中に藤本さん、はい、お答えいただければと思います。はい、わかりました。では1分対談スタート。私はでも思うに、その破壊オーダーのなんかいろいろありますけど、その子供が欲しいと思ったのに作らなかったっていう後悔よりもチャレンジする方が絶対いいと思うから、そのなんかだってそんな破壊王でも3人目が欲しいって思ってるってことは絶対乗り越えられるし、もしかしたら女の子かもしれないし、うん、まあでも男の子しか出てこないっていうパターンも大いにありますけど、それはね、もう幸せの数が増えると思って、ちょっと3人目欲しいならね、ぜひぜひ頑張ってほしいなと思います。ありがとうございます。あ、すごい泣いてる。そんな泣くようなことは言ってないんですけど。あ、泣いちゃう。押せました背中。いや、あれすごい大好きで、ありがとうございます、話せてよかったです。みんな笑ってちょっと頑張って、はい、本当に欲しいなら本当にいつでも埋めるわけじゃないし、いつまでもできるわけじゃないので、はい、本当に欲しいと思った時が最高 のタイミングだと思います。終了です。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。他に全然なんかこんな感じになんかハードルが上がったわけでもないので、あの、はい、あ、後ろの方どうぞどうぞどうぞ。別々ですか。あ、一緒。あ、でも二人全然質問したいことは別です。別なんです。あ、別なんですね。はい、次行きますね。ちなみにじゃあお名前お伺いしてもよろしいですか。なほです。なほさん。はい。
ちなみにどんなことをお伺いしたいんですか？旦那さんに対してのイライラをなんかこううまく伝えるためにはなんかうまい言い方ってありますか？はい、じゃあ行きますね。ちょっと何でイライラするかだけ聞いてなんかあの私が感じるこう嫌 な, なんていう習性というか、うん、なんか靴脱いだら脱ぎっぱなしとか、うん、着替えがそのままになってるとかなんかそのイライラしちゃう時に、うん、結構強く言っちゃうんですよね、うん、何回も同じことを言ってるんで、うんうん、でもいや口悪いよとかなんでそんな言い方すんのみたいなことを言われるんですよね、うんうん、でもそのイライラをなんかちゃんと伝えないと治らないじゃないですか、うん、と思っちゃって、うん、優しく言うのは違うなって思うんですよね、うんうん、傷つかない程度に伝えるのってどうしたらいいのかなと思って、うんうん、はい、はい、そうですね、じゃあ藤本さんのお言葉行かせていただきますでは1分対談スタート。これはね私すごい思うんですけど治らないです。治らないあのこういう小さいことは治らないです、うんうん、そう、 うちも靴下なんかソファーに埋めてあったりとかして、あー靴下ここから出てきたなとかやってたんですけど、うん、もう治らないからもうそのままにして置いといて気づくまで置いとくのか、うん、もうやった方が早いなってちょっと思う。だからそんなことで悩む時間がもったいないって思う、うんうん、だからもうこれすごいうなずいてるけど治らない、多分そういう、うん、あのお家で育ったんですよねお母さんが多分綺麗にしてくれてたのよ、何もしなくても。だからそうちっちゃいことはね本当に治らないから、逆にもっと大変だったなんかこうハプニングみたいなことで助けてくれることを信じた方がいいかなと思います。そうちっちゃいことでなんかこうあそこが嫌だあそこが嫌だって数えてもしょうがないから、うん、そうだからちっちゃいことで数えてもしょうがないから、なんかこうあもうこれ私本当に大変っていう時に支えてくれるってことを信じてます言い切れました私たありがとうございます。ありがとうございます。次旦那さんかな治んないんだよね、わかる、治んないんだよ、ちょっと治らないですね、うん、はい、治そうとも思ってないんだもん治す気はあるんですけど、はい、うん、治す気はあるって言うしかないのよ今じゃあちょっと、ね、お悩みをどうぞお願いします、はい、お悩みなんですか、そもそもすみません、あ今のに対してなんですけど、あ反論のあるみたいですよ、ちょっともう、ま、怒られちゃった後に、ま、謝るんですけどその後さらに仲直りができる方法が何かあれば教えてほしいです。じゃあ行きますか、うん、じゃあ1分対談スタート。直しなねえ直しなそしたらもう仲直りなんかしなくていいんだもん。そうですね、うん、はい、なんで直せないの。徐々に直してるはずなんですけど。徐々にとかないのよ、だってないですね、脱いだら入れるっていうだけだから徐々にとかない。何ここから5センチ先10センチ先ってことじゃないじゃないですか。そうですね、でも直すか直さないかですよ。だってそれにすごいイラついてんだもん。直すしかないですね、うん、直します今日から直します。直せるんですか。私奥さんの方には 直らないと思うって言ったけど、直らないっていうのを聞いた上でちょっと頑張っていこうかなと思います。だからそれを今この2つセットで終わったと思ったら、まあ、靴下って言えばいいんじゃないですか。靴下直すって言ったよねっつって着替え。そうですね、直してきます頑張ります。でもね、ほんとそのちょっとしたことがねすごいムカつくんですよね、わかる。毎日のことだし、直すって言ってる。2、1よかった、はい、ありがとうございます。まとまりました、夫婦で、はい、まとまりましたね、夫婦でまとまりました、まとまりましたね、よかった。他にも藤本さんにこんなこと聞いてみたいな。あじゃあお名前をどうぞ。はい、あかねです、よろしくお願いします。はい、うん、どんなことを聞きたいとか。あ、悩みなんですけども、うん、私の旦那さんが何かをやってほしいときとか、うん、まあ、本人が何かをやるときに、うん、自分のタイミング、やる気スイッチが入らないとやってくれないことが多くって、うん、例えば洗濯物当番が旦那さんなんですけど、うん、洗濯物回してほしいって私が言うと、うん、いや、今気分じゃないんだよなみたいな感じで、やってくれなくて、逆にやってほしいって言われるとどんどんやりたくなくなるって言われるんで、うん、あ、もうなんかこっちがもう何も宿題やりなさいって言われれば言われるほどやりたくないみたいな、ね、そうです。なので、うん、あんまり言わないようにしてるんですけど、うん、でもやってほしいときに、うん、そういう人をどうやって動かせますか。はい、
ゃあという お悩みにいきますよ、藤本さん、うん、では1分対談スタート。そのだから洗濯だから服とかじゃないですか。だから洗濯して着るものないからあなたのお金で買いますって言ってもらえばいいんじゃないですか。回さないと着るものないんだなっていうところにもうたどり着かないと、あれ着たいけど洗濯回ってないから着られないから2000円ちょうだいっていう風にもうしていく、もう追い詰めていくしかないよね。洗濯以外も全部のことがそうなんですけどいやもうだからほっとけばいいんじゃない。もうどんなに山になろうがなんだろうがもうやってほしいんだったら やってもらうまでやめる、やらないか、もう諦めてこっちがやるかだよね。ですよ、うん、性格的にも私はちゃっちゃかちゃっちゃかやりたいタイプ で、向こうがのんびりのんびりしてるんで、私は結構勧めるのはもうそのイライラがもう時間の無駄だから自分でやったらいいんじゃないってちょっと思っちゃう。なんかそのルールを決めると、ルールを決めたところから喧嘩になるから、そう自分でやるのが早いよ。収めていただきました。自分でやるのが早い、うん、一人暮らしだと思ってさ、もういないもんだと思ってはい、洗濯今日たまったんで洗いますっていう中で、あこれ誰のだろうっていうのがたまに混ざってると思ってね、もうプラスアルファがすごいですそうそうそう、自分でやるのが早いんだから、はい、自分で、うん、自分でやりましょうはい、はい、ありがとうございます。じゃあ手前の緑の、はい、はい、お願いします。じゃあ立ち上がっていただいてお名前教えてください。鈴木です。お願いします。どんなことをお伺いしたいですか。なんか物事をなんか悪く考えちゃう癖があって、うん、なんか先のこと考えてもどうにもならんだろうって分かってても、うん、こうなったらどうしよう、あなたはどうしようみたいな思っちゃって、なんかでもなんか頑張りたい、頑張ろうみたいな気持ちがあって、うん、なんかどうにか突き進んできたんですけど、うん、でもなんか4月から社会人になるので、うんうん、なんかいつまでもこんなグズグズしてなんかギリギリでやるわけいかないなみたいな思ってて、うん、なんかそのミキティになんか今日振り返ってなんか また悪いモードになっちゃった時になんか頑張ろうと思えるような、なんかメッセージというかなんか勝つみたいな言葉をいただきたいなって思って、はい、じゃあ1分対談いかせていただきます、うん、1分対談スタート。こうなったらどうしようって考えても、なってないのに考えてもしょうがないんだけど考えちゃうんだから、逆に言えばそのリスクマネジメントじゃないけど、私は前もってこうなるんじゃないかってことが読めてるってことが私は素晴らしいってまず思って、でそれが分かった上でこうならないように今何をするかっていうところで今をこう動いていけば、そう最悪にはならないのかなって思うから、そのだからこうなったらどうしようって思うのが悪いんじゃなくって、そうなったらどうしようをそうしないようにすればいいだけっていう気持ちに持ってく。はい、だってさ、なんか何も分かってないで突き進んで悪い方になっていく人もいるじゃないですか考えなかった、こうなるかもっていうのそう考えなかったらこっち行かなかったよねっていう人もいるから、それがもう先に考えられてるってことはいいことですよね。いや素晴らしいと思う。なんかこう頑張れみたいな一言最後言ったらいいですか。頑張れありがとうございますはい、ありがとうございますありがとうございます。いやそっか、これから社会に出たらね、そうですね、そうそう、もう大体理不尽なことで怒られますから、あ理不尽だなと思えばいいんですよね。でもなんか理不尽なりに意外と生きていける、そうそうそう、ね、理不尽な人っているのよいっぱい、はい、うん、そういうもんということで、もうあっという間で、あっという間、はい、うん、エンディングでございますけれども、はい、本日いかがでしたか。いやすごい、なんかまあね、あの悩んで応募してくれた皆さんには申し訳ないですけど、すごい楽しかったですね。なんかいろんな悩みがありつつもなんかキュンキュンさせていただきましたし、なんか私は悩むってね素敵なことだなって、なんかこう前に進みたいと思ってるから悩むだと思うので、なんかあちょっとこのなんか楽しい時間になればいいなと思いますし、なんかこう夫婦案件もちょこちょこありましたけど、ね、あのうまく皆さんの夫婦がね回ればいいなと思いますけど、はい、では本日以上となります。じゃあ、はい、いつものあれをいただいていいですか。動画の最後の言葉、はい、はい、ということで、楽しい時間を皆さんと過ごせてよかったなと思います。以上ハローミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上ハローミキティチャンネルでした。